日本の安倍首相が東京大空襲の70周年の追悼式典に参列しました。10万人以上がアメリカ軍による焼夷弾攻撃によって死亡しました。当時は東京はほとんどが木造の建物でした。ほとんどが焼失しました。1945年3月9日、太平洋のティニアンから300機以上のアメリカの B-29 爆撃機が飛び立ちました。そして日本に向かいました。深夜前東京に到着しました。そして地上には8歳の二瓶治代さんがいました。火災が拡大し死に物狂いで逃げていました。人は燃えながら走っていました。親はだいたい赤ちゃんを背中におんぶして逃げていました。そして他の子供も一緒に走っていました。背中の赤ちゃんに火がついているのを見ました。母親は気が違ったようになっていました。そして親、また他の子供も火に覆われました。皆燃えていました。この小さな個人の博物館に家を燃やす目的で作られた焼夷弾 M69 があります。10日の午前5時まで燃え続けました。その時までに全て燃えてしまいました。私は引き出されました。私が横たわっていたところには少なくとも10人が私の上に重なっていました。みんな死んでいました。焼け焦げて黒くなっていました。私は死亡した人々に助けられたんです。あまり知られていない神社の裏に人目につかないところがあります。死者が祀られているところです。10万5000人の遺骨の中を歩くのは不思議な気持ちがします。一晩で史上最も多くの死者を出した空爆でした。しかし今の日本人のほとんどはここに遺骨が納められていることも知りません。世界中で空爆についてほとんど忘れられています。そして日本でもほとんど追悼されることはありません。10歳の元木さんもあの夜走っていました。夜明けにこの橋のところまで来ました。この橋に着くと黒く焦げた多くの遺体で塞がれていました。あまりに多くて橋を渡ることができませんでした。そこに立ちすくみました。そして川を見ると川も遺体でいっぱいでした。この火災で元木さんの両親と兄弟が亡くなりました。そして今も起こっています。東京大空襲のことについては日本政府はアメリカを刺激したくないんでしょう。空襲は無差別でした。10万人以上を殺害したんです。そしてこれまで何の調査もされていません。不思議な国です。アメリカ空軍のルメイ将軍はもしアメリカが戦争で負けていたら自分は東京に対してしたことで戦争犯罪に問われていただろうと述べています。そして今70年が経ちここで起きたことはほとんど歴史から抹消されています。それでは共同通信の半沢さんにお話を伺います。10万人という数が知ってるわけで数が出ているわけですが、このことについてあまり知られていませんね。そうですね、この第二次世界大戦の終わりにまでに4つの重要な時があります。これは東京の大空襲3月です。そして長崎広島の原爆の日です。そして敗戦の日です。この3月10日東京大空襲は日本の中でもよく知られていません。何人が死亡したかと聞いてもそれに答えられる日本人はあまりいないでしょう。なぜなんでしょう。この原爆の心理的なインパクトが非常に大きかったからです。ですから戦争の終わりというと
常にこの東京大空襲のことは忘れられるわけです。しかし今回は10万人から13万人がこの空襲で死亡したわけです。ですから非常に重要な日なんです。アメリカの作戦が一般市民を標的にし始めたことなんで、その作戦が変わったわけなんです。そしてそれが原爆につながったわけです。つまりここで一線が越えられた時だということですか。そうです。make an impact on Japanese attitude or policy making. 日本の continuation of the war. この政策に関し、この戦争を継続することに関し、多くの人が賛同したわけです。そしてなぜアメリカはこの一般市民への殺害に移ったのかという疑問があります。また2つ目ですが、なぜ日本の政府が戦争を続けることを決めたのかということです。もっと一般市民が殺害されるということが分かっていたはずなんです。そしてその当時の日本の空軍はもうほとんどなかったんです。そして10万人はこの皇居の北で死亡しました。Mr. Hanzawa, thank you very much for coming in. Hanzawa-san, ありがとうございました。Thank you very much.